チのミニミニハンダイ、ご飯炊けたらこれにとさっとおひつ代わりに使いたいなと思って買いました。こうかわいい、軽くてすごくとてもいいと思います。スパイスカレーを作ります。とってもジューシーなカレーができるのでぜひ作ってみてください。ベースは玉ねぎ、みじん切りにします。すぐに火が通りやすいように少し小さめみじん切りにしました。にんにくは一かけ、ブチュッと潰して芽を取りました。すりおろしてもよかったんですが、これもみじん切りにしました。それではまずお肉を焼きましょう。今回は鶏のひき肉を使ってます。豚でも合いびきでも大丈夫です。鶏もも肉だとバターチキンカレーができそうですね。火がちょっと強そうだったので少し離しました。フライパンを少し冷ましたらスルッとお肉が剥がれました。この後煮込むので完全に火が通ってなくても大丈夫です。と言いつつ完全に焼いてます。これでお肉は完成。そして玉ねぎを炒めます。冷蔵庫に少しだけラップされて残ってた人参があったので一緒に炒めました。強めの中火ぐらいで玉ねぎから水分を飛ばす感じで炒めていきます。焦げるようだったら少し弱めに火を落とします。そして飴色になるまで炒めていきます。だいたい初めの玉ねぎの半分くらいになっちゃいます。こう上の最初の玉ねぎ、色もこんなに変わりました。玉ねぎが炒まったらスパイスたちを炒めます。まずニンニクと生姜、ニンニクの香りが立つようにフライパンの隅っこで油を足して玉ねぎと混ぜないで炒めましょう。ニンニクの美味しい香りがしてきたらコリアンダーを小さじ1くらいしっかり炒めます。そして次にカイエンペッパー、これ5振りも入れちゃってるんですよ私。すっごい辛いので2振りくらいで十分だと思います。これもしっかり炒めます。そしてターメリックを入れました。これも炒めます。そしてトマト缶を投入、潰しながら炒めに、そして最初に炒めたお肉を入れます。そして煮込みに入るんですが、ちょっと水分が少なかったのでお水をカップ半分くらい入れました。あとはここでヨーグルトも入れてしまいましょう。大さじ1くらいで、私はちょっとこのタイミングで入れ忘れてしまったので途中で慌てて入れてます。で、本来というか通常というか水分を飛ばしながら煮込むようなんですが、うちのコンロ弱火がちょっと強めなので一旦蓋をして煮込んで、その後蓋を外してから炒めにするようにしました。少し水分が残っているところで味付けを始めます。といってもお塩と蜂蜜入れるだけです。これだけで本当に美味しいカレーになります。お塩はだいたい小さじ1くらい
蜂蜜は大さじの半分くらい入れて混ぜて、すごく美味しくなった。しかし辛い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 。カイエンペッパーは控えめに。しっかりお肉感もあるのに玉ねぎの甘みとかトマトとヨーグルトの酸味とか、とってもジューシーなカレーに仕上がりました。本当に美味しかったです。あとは生地を作って混ぜて焼くだけなので本当に簡単です。薄力粉を1カップ入れたら、その半分の片栗粉と卵は1個、そしてお水が1カップ分。私はお水3回に分けて入れたんですけど、もう最初に全部まとめて入れてしまって、混ぜるのでも全然問題なさそうでした。これぐらいサラサラな感じにしたら、イカの塩辛も入れました。エビとかいいなって思ったんですけど、ただ入れるだけの塩辛にしました。
ど。今日もご視聴いただきありがとうございました。この後もどうぞお楽しみください。あれ、切れてなかった。